社会大衆党は昭和時代初期の日本に存在した無産政党である。決闘は1932年。略称は社大党。戦前の無産政党は長く離合集散を繰り返していたが、1931年7月に老農党、全国大衆党、社会民衆党合同賛成派が合同し、全国老農大衆党が結成された。これが、 きっかけとなり、さらに1932年7月24日に、全国労働大衆党と社会民衆党が合同して、社会大衆党が結成された。こうして、無産政党の統一が実現した。立憲政友会と立憲民政党に対する、いわゆる、第三局であった。しかし、社会大衆党は、陸軍統制派、革新官僚に迎合、接近してゆく。 新軍路線を主導したのは、麻生久氏を中心とする、旧日本労農党系のグループであった。麻生は1934年、戦いは文化の母であると主張する陸軍パンフレットを抗議国防論の観点から指示。1937年に行われた総選挙で第三党に躍進する倍増の38名当選の成果を得たが、同年の日中戦争勃発を受けて、 国体の本人を支持する新興量を制定。1938年の党大会では、新建設大綱が決定され、全体主義を原則とした。その後も、軍部との関係を強化し、1940年3月には、斉藤隆夫の反軍演説による懲罰動議に対して、反対の姿勢を示し欠席。危険した党首の安倍総、西尾末広、片山明。 水谷調査部郎、鈴木文治ら8名に対し、麻生主導で除名処分にするなど、より親軍部の立場を鮮明にした。同7月に二大政党よりも早く、戦闘切って、自発的解散の形をとって、消滅、大政翼3回に合流した。実現には至らなかったが、社会大衆党は、東方会と合同して、全体主義単一国民政党の結成を試みて、 おり、その結成大会の開催が1939年2月に予定されるまで話が進んでいた。第二次世界大戦後に結成された日本社会党の源流の一つとなり、戦前に社会党選出の大議士であった、三輪の樹総、川上上太郎、西尾末広浅沼井根次郎が戦後には社会党幹部となるなど、人脈的につながりがある。また、 戦前の社体統計は、戦後の社会党では右派に属し、1960年に社会党から民社党が分裂した際には民社党に移ったものも多い。ありがとうございます。